はい、はい、じゃあ見てください、今日のビール。晴れ風、晴れ風、今日の雲一つないこの爽やかな天気のごとく曇ってますからねこの青空のようなビールを飲んでます。今日ね、ほらギター、なぜか、うん、見覚えがあるでしょこのギター。去年の河原でやったライブの時の、うん、菅さんがね激アツのギターを弾きましたね。弾きましたでしょ、はい、その後葛飾 FM の某番組で、うん、この俺の持ってるギターがエピフォンってメーカーなんですよ。エピフォン、エピフォン ね、うん、はい、ね。でそのエピフォンはギブソンのまがい品なんじゃないかということで、それが物議を醸し出した時がありまして、その誰かが言ったってこと。そう、そこはちょっと名前伏せますけどね、はい、ナビゲーターの女性がプチ炎上したんですよ。いやいやいや、それちょっとギター知らなすぎみたいな。まあちゃんと私から説明しとこうと、ギブソンのまがいものではないですよエピフォンはということで。エピフォンを代表して菅さんが今日はちょっととくとくと、はい、あの語らせてもらいます。わかりました、うん、でもエピフォン知ってるよね普通、楽器やるし下地もさ。だって持ってますもんギター。あ、持ってるのかい。そうか、そもそもエピフォンってこれよ150年ぐらい歴史あるんだよこのメーカー。もともとはバイオリンとかさ、うん、ああいうのを、まあ、作ったメーカーなわけ。ああ、そうなの、うん、1920何年ぐらいにエピフォンっていう、まあ、そのメーカーの名前になって、その楽器工房が変更したってこと。会社名エピフォンって名前になったのは1928年だから、へえ、そっから長いのよ。長いですね、うん、で太平洋戦争前じゃないですか。そうですよ、でその当時エピフォンとギブソンっていうのはライバル会社だったわけですよ、うん、同じその楽器メーカーのね、うん、なん でギブソンが上で、ギブソンの、うん、なんていうのこうおまけみたいなメーカーじゃないのよ、うん、そもそもがこう同列だから、はいはいはい、ここね、ほらレスポールって書いてあるの。レスポールって、うんね、うんうん、これレスポールって書いてあるのはそのレスポールさんがこのギターを開発したんだけど、はいはい、そのレスポールさんはあのエピフォンの工場でこのギターのレスポールの原型を作って、そこから派生したギターなので、うんうん、はいはい、というのも含めて全然エピフォンはねあのちゃんとしたメーカーであるということをまずお伝えした、はい、ね、そんなあのまがい品ではございませんと、はい、まあ、なんでじゃあそういうイメージがついたかというと、はい、1957年、うん、私の生まれる10年前ですね、ほう、にギブソン社がエピフォン社を買収したんですよ、うん、そこで今までライバル関係、はいはい、買収して、はい、でそこでエピフォンがギブソンの、まあ、こう傘下になったと、はい、でそこからですよ、そのなんかこうセカンドラベル的なこう話になって、でそのイメージがあるから、なんかこうギブソンがすごくてエピフォンがエピフォンみたいな感じだったんですよ。エピフォンっていうのはだから結局安く売るためにそのブランドチェンジしていくんですけど、ギブソン値段ももともとギブソンと同じぐらいの値段でやってて、そうそうそう、大昔はね買収されてちょっと安めに設定されて、うん、お買い求めやすくするという会社の戦略というか、戦略になってたんだな、はいはい、ギブソンっていうのはそもそもアメリカの工場でしか作らんわけですわ、はあ、でエピフォンはその後日本とか韓国とか中国とかアジアで工場を作って、なるだけこう安く作って世界にばらまくっていうのをやったわけ、うん、戦略、うんうん、でそのイメージが強いんで、どうもなんかこうギブソン、エプソンっていうか、基本的にこの序列がついてしまったな、まあね、なんだが、あの古くで言うとかな、このトーンコントローラーじゃないですか、はいはい、これって開発したのエピフォンなんよ。で今フェンダーでもギブソンでもくっついてるけど、これそもそも開発したのエピフォンらしい、うん、でもあれよ、そのエピフォンのカジノってやつか、カジノってギターは、うん、あれよ、ビートルズがほら使ってますよ。あ、そうなんだね、うん、
だからそんななんかもうこうあんまりこうバカにしてほしくないんだよね、エピフォンのギターを、まあ、ユーザーとしては。はいはいはい、うん、一言言いたいと。まあでも僕も普通にエピフォン使ってますし、うん、何ら音にも遜色がないというか。でしょ、うん、このギターもあの、まあ、値段ねその高くないんだけど、アンプ通していくと俺の持ってるギターの中で一番ぶっ飛ぶ音出るからね。うん、あれなんですよね、そういう歴史を知らない人はやっぱギブソンは知ってるじゃないですか、ギターをかじり始める時とか、まあ、知らない人でもギブソンって有名じゃないですか。で同じ形をしたギターでエピフォンっていうのがあるから何も知らない人は、あ、ギブソンを真似して作った会社なんだという、あ、そうね、認識というか勘違いは起こってるんだろうなと思ってますよね。ここにレスポールって書いてあるのは他のメーカーは、まあ、メーカーも入れてるかもしれないけど、世界でレスポールって名乗っていいギターは、うん、ここにはギブソンのレスポールと、うん、あのエピフォンのレスポールだけなんですよ、はいはいはい、で他はレスポール風とかレスポールタイプとかは言えるけど、ね、レスポールって言っていいのはギブソンとエピフォンだけなんですよ。でまあ大きく見栄えの違いはここのヘッドの形がさ、うん、ギブソンはこうちょっとつむるんだけど、まあ、その違いなんだけど、とにかくあの公認レスポールは本当にギブソンとエピフォンだけなんですよ、はい、とはいえ日本のメーカーのもうそのレスポールデザインのギターでいいギターもいっぱいあるけどね、うんうん、今やだってそのストラトタイプも含めて、まあ、80年代の作った日本のギターってもジャパンヴィンテージ呼ばれているすごい値段高くなってる、うん、エピフォンだってさガンズのスラッシュだってたまにステージで使ってるしさ、あとザックワイルド、ザックワイルドもステージで使ってるし、もういきなりエレキを持ち出したんですか、フォークとかじゃなくて。最初フォークギターですね、最初フォークギターで神田川とかですね、うん、松山千春の窓とかですね、うん、まあご多分に漏れずその辺のフォークソングから入ってるんですよ、うん、練習はだけど中1の終わりかなぐらいに親戚のいとこのお兄ちゃんち行くと、まあ年上なんだけど、レインボーってバンドのね、うん、レコードが置いてあって、でまあレコードいっぱいあるから興味持って見てたら、なんか聞きたいなったら持ってっていいよって言うから持ってって聞いたわけですよ家で、うん、そしたらそれまでハードロックとか聞いたことないわけですよ、うん、もうレコード針を落とした時の衝撃、かっちょええみたいなさ。いやレコードいいっすよね、うん、僕はね実はレコードでハードロックは聞いたことないんで、お所有したことがないってことレコード。そううちは姉がピアノやってたからレコードだと大体オーケストラとか、うん、まあ、クラシック系のもの、それも洋楽ですけどね洋楽っちゃいますか、ロックとクラシックの違いなんだそこな、ここな。でもまあこうロックでもこうハードロックとかヘビーメタルの中にはだいぶこうクラシックテイストをまあ入れてたりもするので、あれからじゃないですか、色濃く出してたのはあれじゃないですか、クイーン、クイーン、あーあーああ、まあそうね、オーケストラっぽいとかも含めて、まあちょっとあれはオペラっぽいですよね、オペラっぽいけどね、うん、まあまあ、そのこうクラシックテイストっていうと、さっき言った例えばじゃあね、ザック・ワイルドがまあ所属してたオジオズボンのバンドに初代ギタリストで、あと大人気のギタリストで、もう早く亡くなっちゃったランディ・ローズってギタリストがいて、まあ聞いたことはあるかどうかわからんけど、まあこうロック小僧的にはというかロックおっさん的には超有名なギタリストがいて、阪神の4番だった人でしょ、それもランディです惜しい、バーだよね、バーさんね、ローズやってバーさんよく出てきたね、そこ今でその人なんかはもともとクラシックギター上がりなんですよ、うん、ご実家がクラシックのギター教室をやってるご実家 でその人がかなりあのこう激しいロックギターというか歪んだバリバリな音出しながら、うん、結構そのいろんなところでちょいちょいクラシックっぽい音階とかフレーズを入れているんですが、はい、当時やっぱりですね、その中学生の時の僕にはですね、そういうのを、まあ、まず聞いたことがないわけです、はいはいはい、まあ、衝撃的にかっこよくて、うーん、どこまで話したっけな、ランディーバースまで、ランディーバースの話だそう
まあ、もともと入り口はリッチー・ブラックマース、ディープ・パープル・レインボーのギターの人ね、はい、聞いたことあると思いますけど、まあ、そこから入ってもう当時毎日8時間ぐらいギター弾いて遊んだからね。もうお家帰ってくるとずっとギター弾いてる、はいはい、ちょいちょいいろんなの練習するわけですよ。あのこう1曲ちゃんと弾けないんだよその曲の中のここのリフがいいなとかってやって弾くから、そこだけ、そうそうそう。なので、はい、今でもあのなんちゃってマイケル・シェンカー風とか、なんちゃって一瞬だけバンヘレン風とか、はい、そういうのは得意だけど、なんか曲やろうよって言われてもはぁみたいな、あそう一曲通して弾けないじゃん。好きなところだけをつまんで、そうそうそう、一人一人ハードロックオムニバスギターみたいなできるかもしれない。まあそのバンドでエレキギターやってた時に、アマチュア無線エレキギター事件っていうのがあるんですよ。うちの自分の部屋は2階にあって、子供部屋が、当時父親がねアマチュア無線やってて、その機械もあのあるわけですよ。でかなりアマチュア無線に親父は凝ってて、もう庭に高い電柱立てて全世界とつながるような範囲まで。え、そんな強い電波って OK なの？そうそう、普通にアフリカのアマチュア無線と交信したりとかまあ共働きなんで僕が帰ってくるからいないんですけど、でも僕は子供部屋にいてもう2時間ぐらいギターをエレキをかき鳴らすんですけど、なんかの拍子にその日マイクをにオンになっちゃったんですね。マイクがオンになったのを知らずにもずっと爆音で弾いてたらそれが全世界に配信アマチュア無線で配信されてずっとね1階のリビングの電話が鳴ってるのも分からず、終わって汗だくで下に降りてったら電話が鳴ってて、出たらアマチュア無線協会の人が、てめえこの野郎何雑音流してんだっつって特定されたんですよ、家まで。わかるんだね、うん、もう全世界の人が迷惑を被ったってことか。そうそうそう、僕はもう17で世界デビューしてるんですよねその後めっちゃ怒られましたよまた急に話戻るがよ、戻してください、戻るがよ、戻してくださいで当時もヤングギターって雑誌があってさ、はい、まあ、今でもあっけど、で散々そういうのさ買ってきちゃそのこうこここう押さえとこんなフレーズできんぞみたいな練習するじゃん、はい、この間さ第一処理に行ったのよ。そしたら久々にさヤングギターを手に取ったわけだ、そしたらイングベイ・マルムスティン特集だったんですよ。早弾きギターの最高峰みたいな人がいるんだから、はい、でおよそイングベイ・マルムスティンのファービヨン・ザ・サンっていう曲を死ぬまでに弾けるようになりたいと思ってるわけ。あ、早いのね、うん、はい、ね、すごいかっこいい、はい、ね、ね、そのヤングギターを第一処理でめっけたら、なんとそのスコアが書いてあるわけですよ。お、あ、これはラッキーと、はい、あ、じゃあ買っちゃおうと、はい、思って、それを久々に、まあ、そういう、こうタブ譜なんかもしばらく見ないからさ弾こうと思ったわけですよ。そしたら老眼で読めない、